すごく妊娠は嬉しいんですけど、初期はやっぱりあんまり人に話すこともできないじゃないですか。なので一人で抱え込んじゃって漠然となんですよね。何が不安なのかもわからないし、どうなってるのかもわからないし、ちゃんとママになれるかなっていう夜も眠れず、なんか結構インターネットとかで検索し始めちゃったら、もうどんどん不安になっていってしまって、突然夜泣いちゃったりとか、不安で破水しちゃったどうしようとか、陣痛の時に自分が耐えられるのか、出血の途中であったりして、結構安静期間が長かったんですね。その前に流産を何回かしていたので、持つのかなっていう子宮頸がんの手術もしてるんですけど、年齢も年齢だったんで、結構ずっとちゃんと喜べなかった。不安のが大きくって、やっぱりエコーの写真とかあったりするんで、赤ちゃんの形とかになってくるじゃないですか。なんで一応話しかけて、頑張って頑張ってばっか言ってたかもしれない強く生きてるよっていうようなメッセージをもらったような気がします。気持ちいいよって、こんな川っていう感じで言ってもらえてるのかなっていう柔らかい気持ちになりました。ちゃんと生きてるなっていうのもそうだし、なんか優しいメロディーだったので、自分目線でしか考えてこなかったんですけど、この音楽を聴くことで、その海底から見た世界というか、そういうものが見れた気がします。私も赤ちゃんのことを愛してるのと同じぐらい、私も愛されてるっていう気持ちになりました。私が必要なんだ、守らなきゃっていう気持ちがもっと強くなりました。心臓の音、一生懸命動かして、ちっちゃいのに頑張って頑張って出てこようとしてるんだなっていうのをすごくなんか愛しいというか、ママ頑張ってって、お互い頑張ってるって2人で頑張ります。